シティインフォメーション、サンダ歴史通信の時間です。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報もお伝えしてまいります。また三田市の歴史のこぼれ話や郷土学習への取り組み、そしてサービスなどもご紹介いただきます。三田の新たな魅力発見にぜひ皆さんもお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から井上さん来られます、来られまして、三輪明神窯史跡園の事業についてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、三田市文化スポーツ課の井上です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は三輪明神窯史跡園事業ということで、具体的にじゃあお話ご紹介いただけますか。はい、本日はですね、三輪明神窯史跡園から政治江戸置物の販売についてとですね、あと体験学習についてお話をいたします。はい、よろしくお願いします。はい、史跡園では粘土や釉薬を購入いたしまして、政治の江戸置物ですとかマグカップなどを生産しております。まず最初にですね、三輪明神窯史跡園で恒例となっております江戸の置物販売につきましてのご案内をいたします。はい、よろしくお願いします。スタジオのテーブルにも見事なのが届きましたね。ぜひご紹介ください。はい、来年の鳥居の置物ですね、12月1日明日の金曜日よりですね、JA 兵庫六甲農協市場パスカル三田一番館の飯ませ三田観光物産コーナーにて販売をいたします。はい、あ、そうですか。とてもね、見事なのが今日お持ちいただいてるんですけども、ちょっとお値段など気になりますのでご紹介ください。はい、鳥の置物はですね、まず作り方になるんですけれども、はい、お願いします。はい、作り方に関してお説明いたしますと、まず鳥の置物はですね、型に溶かしました粘土と水ガラスを混ぜまして、そのドロドロのものにいたします。その粘土を入れまして、固める、この鋳込み技法と呼ばれる技法で作られた型を正式に焼き上げていっております。はい、鋳込み技法という、これも昔からの、製法なんですね。はい、そしてこの鳥さん、江戸の鳥ですが、何種類ぐらいあるんですか。はい、今回は大小2種類の生産をいたしました。2種類、はい、はい、大きい方はですね、高さが 15.5 センチ、今日お持ちいただいているのがそうですね。はい、見事ですね。はい、横幅が20センチ、奥行きが 6.8 センチになっておりまして、はい、足元にですね、内出の小槌、あと小竹梅がある置物となっております。はい、で販売数が40点となっておりまして、お値段のが2500円となっております。あ、そうですか。はい、そして小さい方は、はい、小さい方はですね、高さが少し小ぶりの13センチになっております。はい、横が 15.5 センチ、はい、奥行きが7センチとなっておりまして、こちらは足元に2羽のひよこが、はい、またデザインが違うんですね。はい、置物になります。はい、こちらの販売数は60点となっておりまして、価格は1500円となっております。そうですか。じゃあ、はい、小さい方は大きい方の一回りちょっと小さめという感じでしょうかね。はい、そうなります ね。玄関にもとても入ると思いますし、床の間にも大きい方は入ると思いますが、先ほど持たせていただいたら外見から見ると重いのかなと思ったら、意外や意外、あっと、結構軽いですね。そうですね、自分も持ってみてすごくびっくりしました。あ、これが鋳込み技法で作られた置物の特徴なんでしょうかね。そうなりますね。わかりました。この干支についてのお問い合わせなどはどちらにさせていただいたらいいですか。そうですね、その申し込みに関するお問い合わせ先になるんですけれども、三田市の文化スポーツ課までお願いいたします。で電話がですね、申し上げます。079-559-5145 でございます。はい、もう一度お願いします。はい、電話申し上げます。079-559-5145でございます。はい、でですね、こちら鳥の置物なんですけれども、大きい方小さい方ともに数に限りがございますので、そうでしたね、お早めにお買い求めいただきたいと思います。はい、わかりました。場所はパスカル三田一番館
ということですね、はいはい、ぜひ明日からの販売、まあ、今日は一番館お休みですのでね、はい、明日からの販売ということですから、ぜひパスカルサンダ一番館のめしませサンダ観光物産コーナー、こちらの方にお出かけください。恒例の干支の置物が揃いましたという、そろそろそんな時期というかね、まあ、12月ですのでね、まずは季節の話題いただきました。続いてはどんなお話でしょう。はい、次にですね、これからの宮明神窯ならではの講座となってまいります、はい、季節の置物器作りのご案内をいたします、はい、講師はですね、陶芸家の伊藤瑞芳さんにお願いをしております。はい、わかりました。今からでも間に合うものをご紹介いただけるんですね。はい、まずですね、1月22日来年の1月22日の日曜日、はい、10時から12時になるんですけれども、タイトルがですね、はい、春よ早く来い、花びらの形の小皿作りということになっております。はい、でこの小皿なんですがね、高さが3センチ、横が10センチ、奥行きが7センチぐらいの花びらの形のお皿を作っていきます。あ、そうなんですね、まあ、小皿といっても10センチありますので、あのちょっとしたものが載せられますね、うん、はい、はい、まず概ねの作り方のご説明になるんですけれども、まず600グラムの粘土を用意いたしました。それを2つに分けます、はい、それぞれの粘土をまず丸めた後にですね、軽く叩き伸ばしていくんですね、はい、で広がった粘土をですね、花びらの形に切り取っていきまして、それにカーブをつけて足をつけて形を作っていきます。あ、足があるから高さ3センチというちょっと見栄えのするお皿になるんですね。あ、これはもちろん教えていただけるわけですね、はい、そうですね、指導してくださるということですね、はい、1月22日春よ早く来い、花びらの形の小皿作り、一つご紹介いただきました。続いては何でしょうか。続いてはですね、2月の26日の日曜日、はい、時間は10時から12時になるんですけれども、こちら端午の節句鯉のぼり作りというタイトルで行います、はい、これも季節のものですね、はいはい、こちらはですね、高さが13センチ、はい、横が10センチ、はい、奥行きが8センチぐらいの大きさの鯉の上にですね、金太郎がまたがっている乗り物、乗っている置物を作り、これはちょっと難しそうじゃないですか。そうですね、確かに作るのは、難しそうなんですが、はい、ちょっと作り方を教えていただきましょうか、はい、まず工程、こちらもですね、まず 600g の粘土を用意いたしまして、はい、鯉のぼりになる部分の粘土と金太郎などの部品になる粘土に分けていきます、で本体の粘土をですね、この丸めた新聞紙を包みます。粘土で新聞紙を包んでいきます。粘土で丸めた新聞紙を包み込む、はい、はい、そしてですね、鯉のぼりの形を作っていきます、はい、でその後ですね、金太郎を作って鯉のぼりに取り付けていくということになります。あのお伺いするともっと難しそうにちょっと感じてきましたけどもいかがでしょうか。確かにね、難しそうなんですけれども、初心者の方でもですね、陶芸用粘土を初めて触る方でも簡単に作ることができる仕様になっております、はい、本当ですか、簡単ですか、はい、はい、もう丁寧に伊藤瑞芳先生がね、作り方の説明をいたしますので、本当に初めは少し難しそうに思えるんですけれども、まあ、どんどん形がどんどんできてきますと、はい、夢中に、もう作る方が夢中になってまいりまして、いつの間にか完成しているということになりますので、はい、ご安心ください、はい、あのじゃあ講師の伊藤瑞芳先生がきちんと教えてくださるので、はい、最初はこう戸惑いながらも少しずつ少しずつ形ができているうちに夢中になってきて、あ、できたという、そんな達成感も味わえそうですね。じゃあそんなに躊躇しないで、ちょっとチャレンジ、皆さん2月26日あるということですから、ちょっと、ね、予定に入れていただきたいんですけども、この作品はいつ頃出来上がるんですか。はい、完成品はですね、約2ヶ月後になるんですけれども、こちら史跡園より完成の、焼き上がりましたという完成の連絡をいたしますので、引き取りにお越しいただくようになっております。ということは、まず1月に作ったあのお皿、これも2ヶ月後ぐらいから連絡いただける、
そして2月に作る、端午の節句鯉のぼり作りも2ヶ月後ぐらいにご連絡が入るということですね。はい、わかりました。じゃあ今ご紹介いただきました、これからお申し込みができる、これはもう今から申し込んでも大丈夫なんですか？そうです、申し込みにつきましてはですね、三田市の三輪明神窯史跡園の方に確認をいただきたいんですけれども、はい、じゃあどのようにすればいいでしょうか、ご紹介ください。はい、三輪明神窯史跡園の問い合わせお申し込み先についてご案内いたします。はい、まず電話番号になるんですけれども、はい、079-563-8211、はい、もう一度お願いします。はい、電話番号申し上げます。はい、079-563-8211までお問い合わせをください。はい、前半の方でご紹介いただいた今年の干支についてとまた連絡先が違いますね。はい、今ご紹介いただいた講座の案内は三輪明神窯史跡園の方に直接お願いしますということで、じゃあ私の方からもう一度ご紹介をしておきましょう。電話番号079-563-8211 までお問い合わせよろしくお願いします。今日も季節の話題ということでいただきました干支の、置物が明日から販売される、そういうお話を含めていろいろお伺い しましたのは三田市文化スポーツ課の井上さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間は三田歴史通信をお送りしました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え皆さんの探求心にお応えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は1月5日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。